食軍は相応の被害を出しながらも外邸の支地を脱した。諸葛亮は諦めることなく、その後も幾度かの北伐を試みる。しかし戦局は膠着。その後6年にもわたり一進一退を繰り返した。疲弊していく蜀の国と将兵。そして前例をもって北伐に挑む諸葛亮も、その激務から病を得る。尽きようとする己の命、残された時間はわずか。ならば今こそ全てをかけて。諸葛亮は己の病をひた隠しにすると、蜀の主戦力を率い進軍。武風軍五条原の地で芝居率いる魏軍と対峙した。危機迫る諸葛亮の姿に、姜維、馬岱、義円、正妻の闘志も高ぶる。いざこの一戦の先に、蜀の未来を勝ち取るために。我に戦う敵倒す。全てはこの一戦にかかっています。戦に散った命のため、生まれくる命のため、陣の世を開き、乱世を囲のぼうとするのです。上将大丈夫です。さあ始めましょう。時代を担うあなたたちの力、頼りにしていますよ。時代よ、今こそ私たちの手で乱世を終える。この五条原で戦う是が非でも制します。全軍敵本陣に向けて進行してください。兵器を起動せよ。部活に近づいてくる。矢の雨で目を覚まさせてやるよ。その首払い受ける。いざ。
烈だ。この核剥製、体温アルカナの希望は感化できる。今こそ奴の首を取る時だ。
っこいいぜ。リバ市場ってんだ。ま、忘れてくれて構わないぜ。完治は破った。時代は私たちが開く。バカめが、思い上がるな若造。この戦はお前たちにくれてやろうが、勝ったのは私だ。何？進めるのか。お前たちだけでこの先に続く道を。あ、うん、まさか。上昇、あなたなしで歩めというのですか。脅威。上昇。時代を築くのはあなたたちです。信じるままに進みなさい。最後に
話せてよかった。あとは頼みましたよ。必ずや志受け継ぎます。神の世を私たちの手で。星は流れ虚空へと消えた。希代の軍師諸葛亮、五条原の先陣に没す。比類なき英知で劉備を支え、劉備なき後もその大志に準じた男。その死は蜀のすべての者に深い衝撃と悲しみを与えた。指導者を失った蜀軍は一時後退、北伐は膠着が続く形となる。これからの蜀はいかに進むべきか。もはや仰ぎ見る空に輝く星はない。しかしその残光は、大志は残された者の胸に強く輝く。だから前へと進める、平穏なる神の世を目指して。続く戦乱の世の果てに目指すしるべがある限り、若者たちは戦う。光が指し示す未来へと向かって。おお、いるいる。よし、せーの、よい。見ていてください、上将。神の世、必ずや私たちの手で。